はい。えー、宝くじ売り場のおばさんに、えー、東京に行ってきたと伝えると、笑顔が消え、微妙な接客をされた JRA のせいやです。はい。えー、先週はプチスランプ脱出と言える当選でした。はい。えー、まだ祈祷の動画編集中でできてませんが、えー、こちらを,を優先してね、えー、予想をやってます。はい。 えー、火曜の時点で、えー、データ作業は、えー、終えてます。えー、年内残りのお抽選、すべて当選して、えー、新年迎えたいと思っております。ちょっと欲張りかな。 前回からの振り返りと今回の注目ポイント行きたいんですが前回の振り返りですが、えー、私はなんとか当選できました、えー、狙ってた04が来ましたただ、えー、13とね畳めだったんで、えー、2通り2通りが行けまして 1000 6口 1,、えー16えー、1円16口持ってたっていう形で1万6000円払い戻したんですけど、対案で七席だったんですけど、で七席でどれを重視するかっていうところで、私は34と07悩んで07選んだのがボーナスで、えー、引っかかって、えーかっ、結果は往来だったんですけど、でも、この七席っていうことで、えー、37もこれ、絡んできたっていうことですね、ここはちょっと、うーん、切っちゃったんですけど、 えー、4K で43出た、7K で07出た、で、日が2の日だったんだけど、あ、カバラで言うと11なんだけど、えー、2K が出なかったと思いきや、これボーナスで20が絡んだということですね。はい、で、えー、397回で 1K だったんだけど、28と37が出たということですね。はい えー、で、今回は、えー、398回2系になります、はい。で、シャックで休止になるんで、えー、点打ってあるところで、しかも日がね9になるんですよ。9と急止加勢になって09と18と27、36っていうのは、えー、有力になってくると思います。そのほかでは19、2 9っていうのもね、あとはあーデータで出てるところ、はい。 突出しているところを重視するべきなのかっていうところですよね、はいえー、そんなところですかね、はい、で2位系になるんでここらが出てくるのか、えー、前回二0が出たこの二0が引っ張るのかはたまた他の えー、02とか1129がね、えー、来るのかっていうところもね、えー、注目ですし前回1系だったんですけど28と37が出た19が出なかった時にね休止で19がマッチしてるところもあるんでこれが絡んできてもおかしくはないのかなとは思っております。はい。 えー、データ室ということで取、えー、っていきたいと思いますが、えー、今回はですね398回になります開催会の末が8ですね、えー、その時に08、05、えー、0109出ております、えー、以下ですね03、十0 30 18、20、えー、32、34が続いておりますねで末日が1の日ですね、はい、11日ということで えー、04なんか出てもますけど10とか16 161519272923242628、えー、と34と出ておりますはい、えー、これもね今回が2系になるんですが29がこれがマッチしてるっていう形ですかねはい、えー、休止で日が9の日で27 っていうのもマッチしてますここではザル級ですけどねはいで、えー、シャック見ていきますはい。シャックの時は特に囲ってません6用は多いんでね、えー、やっぱりでも27出てるんで27気になるところですけどねはい、えー、ちょっと個人的に31もどうなんだっていうところありますけど で、えー、休止です。今回、休止課生になります。はい。え十、ー、15、16、18、20、25、34、32ですかね。えー、以下、11、13、24、26、35と、えぇ、ー、出ておりますね。はい。えー、休止なんでね、18なんかもね、マッチするところなんで、そこを重視するのか、難しいところですよね。 日が9です、今回、はい。カバラで言うと日が9の日です、えー。17、19、30と出ております。以下ね、えー、03、04、10、11、15、20、22、24うーなどが出ておりますね。はい。えー、そうですね、ここで休止ということであれば、19も有力になってきます。はい。えー、どれを重きを置くかが難しいですよね。 で今回、開催会2位になります。はい開催会2位になりますが、その時に、えー、01、11、13、22、24、29、32と出ております。えー、以下ね、08、14、えー、17、18、19、25、26と出ておりますが、えー、これね、2位で29。で、休止でもある、29。えー、っと、確かこの末尾1の時も29が出てる。 そうですね。これをどうするかっていう扱いが難しいですけどね。はい。出てるっていうところもちょっと気になりますね。29なんかもね。はい。えー、データからは以上となります。はい、えー。消し数字を何にするかっていうことなんですが、まずね、ここ22が、えー ポツンとなってますけども、えー、他の項目ではね、えー、22出てるんで、開催会2系の時に22も出てるし、えー、これは出てもおかしくないし、えー、前回消したね、02がパフォーマンス、えー、今回も低いですが、今回2系になるんで、えー、ポツン、ま、出てもおかしくはないと思います。えー、そうなってくると、えー、と、ここ31っていうのはないですよね、ここ。 しかし、えー、他の項目では、えー、出てますんで、あ、ここは、パフォーマンス低いですけど、えー、シャックの時には出てますよね。はい。となると、私はね、えー、この日が9の時に07が出てないんで、で、他の項目見ると、パフォーマンス低い。で、前回07ボーナスで出ましたけど、 今回はパフォーマンス低いなと思って、前回07本命にしたんですけど、今回は決数数字にしたいと思います。あくまでもうー個人の見解なので、えー、そこら辺ご理解いただきたいなと思います。今回は07は買いません。はい。えー、本命を何にするかっていうことなんですが、あまず結論から言うと、えー、今回これにします。今回。自信は、 あんまりないですで、す。データ質見てもらえればいいんですがまず、えー、日が9ですよね日が9の時に34が出てるのと休止、えー、の時にも34が出てます囲ってます、はい、私ね囲ってますええー、それから開催会末が8の時にも34はあ出てますえー、でえで、ー、開催会2系になるんですけどその時はパフォーマンス下がるんだけどシャックと 末尾 1>, 1の時に、えー、出ておりますっていうことで34。はい、えー。にしたっていうのはまだ理由があります。えー、っと、今回シャックなんですけど、えー、っと、前回シャックだった時は出てません。えー、その前も、その前のシャックの時は出てんのかなあ、その、ま、前回のシャックの時は出てません。その前のシャックの時には出てません。 その前のシャックの時には34が出てると。で、えー、っと、そうですね。あとは、前回が休止だった時、そこから。前回休止だった時だいぶ開くんですけど、おそらく、えー、っと、ここだと思いますけど。えー、あ、ここ,こ、もか。ここはシャックで休止だったけど34が出なくて、その前の休止の時は34が出てる。えー、で、 えー、前回9だった日って、日が9だった日って、ここまで遡ると思います。6月26日、34出てます。ボーナスだけど。はい。で、えー、何に注目したかっていうと、この11日開催っていうことだけで、えー、判断したいと思ったんですね。で、9月11日、えー、尺でしたけど、えー、34が出てます。で、その前の11日開催となると、だいぶ前なんで、 えと2019年の10月11日になります。えー、34が出てますと、はいえー。ただ、その前となるとね、えー、1月11日になるんですけど、出てません。はい、でここでね、あのー、15がね、あのー、共通して出てます。はい、そこもね気になってます。であと、05とかも個人的に。 引っかかってたんですけど、ど、ぶんどうもね、この数字からちょっと頭が離れなくて、これにしました。そういった意味で。えー、前回、私が07か34で迷って本命選び、迷った数字の一つでもあるんですけど、前回07で正解だったんだけど、今回はそこまで自信はないです。自信はないですけど、今回これ34を本命にします。 はい、えー、本命決まりました、はい、本命以降の、ねえー、選抜数字、えー、決めていきたいんですが、まずね、ここね、あのー、27ともう結論先に出しますけど、36に、えー、入れたいあこの、まず理由言います、はいえー、と27なんですが、好、え、調、ー、だったじゃないですか、大阪中戦後、好調で。 で、シャックと、え末、ー、尾1の時に、えー、出てます。あの、私囲ってますデ,データ室見てもらえばわかるんですけど。で、えー、前回がですね、28出たんですね。はい。で、その前は26とかでした。はい。えー、その前は27か。えー、で、まあ、大阪抽選後27が、え調子良かったと。はい。 で私は28前回読めたんだけどこの28が29か27もしくは28そのままに来るとするならスライド理論で言うと27にスライドする率が高いんでこれ28が出たことによって今度また好調だった27が戻ってくる可能性あるなっていうのとそれじゃなければあの36っていうのを選んだのはこれ前回37が出ました。 で、37、あの、データ数的には、データ的には36が押さないから、あんまり自信はないんだけど、えー、気になってるのが37が出た後に36にスライドするんではないかなっていうことです。えー、まずね、あのー、37が出て、えー、37が出る可能性もあります。はい。ただ、この可能性は低いかなと思ってます。えー、例で言えばこういうパターンですね。37が出て、 37の場合はもう右の隣の数字が36しかないですから37が出たら37か、えー、別の数字もしくは36にスライドするっていうスライド理論なんで、えー、それを踏まえるとねこの前回2837と出たんで27か36にスライドする可能性はあるんじゃないかなと思ってですね えー、これ、えー、組み入れてみたいなと思います。はい、えー、続きまして、えー、まあ、決まったとこからいきます。決まったとこから、はい、えー、04と22。はい。この04は前回出ましたよ。はい、で、出たんですが、えー、っとね、これ、あのー、12月と 同じカバラの月だった時って、2000、えー、今年のう3月なんですね。はい、3月があ、月が4、7の月なんですよ。で、3月の2週目に04が出てるっていうのを、ちょっとそこも参考にしてるんですけど、04が出て04が引っ張るのかっていう、えー、ことなんですが、えー、っとね、これなんかそうっすかね。 前回04が出て、で、日が9の日で04が引っ張ったんですよね。これを踏まえると、今回04、えー、来てもいいんじゃないかなと。日が9の日なんで、えー、なので、えー、他の,、ね、あのデータ室でも、シャック末日1の時とか、 えー、日が9の時とかあ、まずまず出てますし、これが引っ張っても私は驚けないなと思います。で、22に関しては、えー、っと、これも大阪抽選、えー、5ですかね。ここで、えー、3連チャン三連チャンしてますよね。はい。で、あの、データ室では、 あのー、休止の時に22が皆無となっております。22が皆無となっております。出てないんですけど、何せここで大阪抽選挟んだ、大阪抽選後に、えー、抽選後、初のね、休止課生の日になると思います。はい。えー、なので、その、ここでちょっとな流れ変わってるんじゃないかなと思います。ただ、日が9の時に22は出てるんで、あのデータ室でも、 えー、見てもらえれば分かるんですけど22出てるんでこれがあの大阪抽選後初の休止っていうことであの休止の時に出てないんだけど22がか絡んできてもいいのかな,いいのかなと、えー、思いましたはい、えー、続きましてここ01と、えー、19ここはちょっと迷ったんだけど10も迷ったんだけど。 はい、えー。これ入れてみようと、えー。理由です。はい。理由は、まず01は、えっ、ー、とー、この前に言ったかもしれません。大阪抽選、大阪抽選01出た。その後に、2回開いて01が出た。はい。2回開いて、はい。01が出た。で、前回ここじゃないなって言ってたんですよね。えー、ぜぜぜ前回か。で、ここ2回ちゃんと開いてるんですよ。 ということでこの感覚を守るんであればって前言ったかもしれないですけど01来る可能性あるんじゃないかなとで01ともう含むんだけど19っていうのがあのー、やっぱりねえ今回今月と同じ、えー、カバラが7だった月が3月2020、えー、20年の3月01と19出てるんです,ですねはいどっちか来るんじゃないかなっていう見方してるんですよねはい で、えー、19はこれ、前回20が出たんで、まあ20ね、どうするかっていうところですけど、20、20で20、で21、私、ここ読めました、まあ20ボーナスだったけど、ここね、19にスライドする可能性は低いんだけど、21出ちゃったから、21が22に、あまあ入ってるけど、22にスライドする確率もちょっと低いんだけどね、21出たら21来る可能性は高いんですよ。 そっちの方がね、パーセンテージ的に。だけど、これ29にスライドするんではないかなっていうのと、あと、前回1系だったんですよ。今回2系だけど。1系だった時に、えー、20、えー、1系の後半の数字が出たんですね。28、37、両方ともね。はい、37のはちょっと読めんかったけど。 となれば、1系の前半の数字、1、10、19が出る可能性高かったんだけど、出なかった、その反動で今回ここで出るんだったら、0、1か19だろうっていうね、そういった読みも入ってます。はい、続きまして、ここ11と29を入れてみようということにしました。11はね、あの、前回12が出ました。あの、まさかの。久々に出たんですよね、これ。 数字ででそれがスライドするんではないかっていうのは一つあります。えー、で、えー、今回、えー、休止になりますが、えー、大阪抽選だった時に11が出てるんですが、えっ、ー、と、その前ですかね、は2位だった時に出てない、その前の2位だった時でも11出てるんですよね。はい えー、で、2K で言うと11と、で、20考えたんですが、これはもうさすがに、えー、引っ張ってます。で、前回ボーナスという形でもう出ました。で、もうボーナスで出たぐらいなんで、ちょっと弱まってる可能性あるんで、引っ張らないと、えー。でもデータからは出てます。ある程度。じゃなければ29かなと。はい。休止っていうことと、 えと29はあのデータでも、末尾1の時に、えー、突出してますよね、はいえーで。開催会2系の時にも出やすいんで、えー、まあ、どちらかで絞るんだったら11だと思いますけど、29もちょっと気になるなということで入れてみようということで、えー、こ,れこれでいきたいと思います。はい、えー、続きまして、ここね、06と、 えー、15を入れてみようという結論に、えー、至りました。ちょっとこれ、ついちゃったな。えー、っと、まず06が、大阪抽選後、大阪抽選06出て、大阪抽選後も、ね、06がね、 えー、この感覚で、えー、出て、えー、ました。で、ストップしたんだけど、ここで空いてるんだけど、また、えー、来てもいいんじゃないかなというのは、シャックの時に、えー、突出してますよね。データ的にも。なので、06入れてみます。で、15に関しては、あのー、先ほども、 最初の方にも言いましたけど、9月11日に15が絡んでるっていうことですね、えー。あ、11日開催の時に15が絡んでると。はい。ボーナスだけどね。で、これがね、2018年の9月7日以降の、えー、データなんですけど、11日開催が3回あったうちの2回、えー、が15絡んでるんでね。はい。15入れてみようかなと。 はい思いますがちょっとね左端がね選びすぎててね08以外全部選んでると思います入ってるんで、まあ、迷ったら左端なんだけどここまで入っちゃうとちょっと逆に疑問ですけどね、えー、今回、えー、これでいってみたいと思いますまずはねはいこの246はい、えー、解明ですけど、えー、数字はここまでとしておきたいですね ということでね、こうしたいですね。はい。えっ、ー、と、要は、あのー、これ倒したやつですね。それに、いろいろ検証した結果、それがいいのかなと。例えば、この01と19が、えー、これ、出る場合があるんではないかっていうことを、えっ、ー、と、これは、あの、昨年の、 これですよね、えー。昨年じゃない、今年の、えー、3月が月の7だったときに01と19が来てるっていうことで、えー、同じくね、あのー、来るんじゃないかっていうのがあるのと、あと06と、えー、15。これをね、あの倒したバージョンっていうのが、えー、06が出てたとき、まあ、こういうことですよね。6と15。まあ 直近では06は来てたんだけど、止まったんだけど、このパターンね、縦めの。はい。これを入れたと。はい。で、04と22っていうのは、これはあの、時たま見られるんだけど、あ、これは違うな。あ、こういうやつですね。こういうやつですね。あとは、あ、こういうやつですね。はい。こういうやつです。4、22 これ48点になるかと思いますけど、これはリアルに買いたいと思います。えー、ちょっと裏メニューもあります。はい。えー、裏メニューは、あーこちらでいきたいなと思います。こちらです。ここね、今直前で買いました。ここ35にしてたんです。35にしてたけどやめたと。えー、34が出て35、 っていうのは出やすいっていうのは言ったんだけど08にしたのはあのー、前回はねこれ開催会末7で07出ましたこれ私本命にしたんだけどでその傾向っつったらねここここかこれ開催会末7の時に07出て開催会八系あ開催会末8で08出たっていう流れがあってで大阪抽選挟んだから何とも言えない。 35の可能性もあると思ってます。だけどこれ、07が前回来た。で、今回も、えー、開催開末8で08が来てもいいんじゃないかなと。えっ、ー、と、データ的にも、えー、08は来てると思います。で、えー、例えばその前となるとね、えー、そうですね、08が来てると。開催開末8の時えー これもそうですね。はい。解析がまず8の時に08が来てると。いうことからも、えー、この時は来てないですけどね。はい。えー、35にしてたんだけど、08でこれも買ってみたいなと思います。これでもう32点ありますからね。はい。いずれも買おうかなと思ってます。ただ、本線はというとこっちですけどね。はい。 えー、今回はこれでいこうかなと思っております。はい。最後の締めはもちろん、はい。ライブできませんけど、えー、リアルに買います。はい。えー、最後の締めはもちろん、えー、ロトセブンご購入は自己責任でお願いいたします。以上。